ちは。こんにちは。今日は、はい、町田なんですけど、うん、町田といえば俺らじゃん。そうだね。っていうのはめっちゃ関係ない動画なんですけど、うん、ファンの子たちいっぱい並んで、うん、いてくれてるんですけど、せっかくなんで、ね、うん、ちょっとモテにこういい動画で、ね、そう、せっかくなんで、あんまりちょっとカッコつけて何も知らないふりしてちょっとキャーキャー騒がれたいなっていうのは冗談で、うん、俺らもさ、ちょっと気になる、あのメンバーのどこが好きなのかっていう、うん、顔でもいいしさ、うん、プレイでもいいしさ、うん、なんか言葉とかさ、はい、特殊な人いるじゃん、なんか爪とか指とかさ、そういうのを聞いていって、いきたいなと思う動画です、はい、はい、ちょっと面白い回答が得られたらいいなと思うので、いってきます。捕まえました。一人目のチームゼロフェルツゲットしました。っていうのを皆さんにちょっと聞きたいなと思っていて、あのゼロフェルツの、まあ、好きなメンバーの好きなところっていうのをちょっとアンケートじゃないですか、聞いて動画にしたいな。まず好きなメンバー誰ですか？おーおー、しゃめっちゃ良かったね。じゃあ、素敵じゃん。お素敵。じゃあ、テイカの好きなメンバーありますか？おー、あ、顔なんだ。いやでも顔好きなんですね。全部好きです。物好きです、ありがとうございます。声もいいよね。すごい。言葉も素敵だもんね。身長も高いじゃん。お前が俺の好きなとこ言うの。目と目が合う瞬間好きだと。顔素敵だった。なんかさ、まだ身長がとかいう人もいるけど、これは素敵だ。ありがとうございます。今日のライブ一緒に楽しみましょうね。お願いします。なんと、またあるこのチームゼロフェルツ捕まってくれたんですけど、うん、ちょっと今あの動画で聞きたいことがあって、好きなメンバーとこのメンバーの好きなことっていうのをみんなに聞きたいなと思って教えてもらえると嬉しいです。おー、マジですか？はい、おー、嬉しい。ホゲータがちょっと、はい、俺の遺伝子を感じました。うわ、嬉しい。本人の目の前で恥ずかしいと思うんですけど、レオの好きなところを教えてもらえたら嬉しいです。うーん、曲が好き。これからもっといい曲作れるように頑張るので、よろしくお願いします。ありがとうございます。うっしゃ、うっ、すごいじゃん。うるせえ。テイカの好きなところを教えてもらいます。ステージングがかっこいい。お、そうだよね。ステージングがかっこいいって。今日もかっこいいステージングしちゃうもんね。任せて。ありがとうございます。ご協力いただいて、じゃあちょっと今日のライブ、めちゃくちゃ最高のライブにするんで楽しみにしてお願いします。動画撮ってますけど、また新たなチームゼロフェルツがちょっとご協力いただければありがとうございます。今日撮ってる動画がですね、あの好きなメンバーの好きなところを聞きたいなと思って、まあ、みんなそれぞれあると思うんですけど、教えてください。シルバーのお姉さんから。あ、俺も好きなんだ。ベードラテス。俺ちゃんと聞き逃してない。俺が一番好きで、二番目にリョウガが好きなんだ。俺とリョウガのことを愛してくれてるそうです。陛下の好きなところを教えてください。お、嬉しい。おしゃれなところが好きなだけです。おしゃれって言われるのが一番好きなので嬉しいです。ありがとうございます。次、じゃあ涼河くんの好きなところを教えてもらっていいですか？うん、わかる。子供みたいで可愛いよね。めちゃめちゃわかる。声もいいよね。あとさ、面白いよね、涼河。喋り上手だし、たまにふと見せるやっぱ笑顔もいいよ。うん、わかる。ありがとうございます。ありがとうございます。次は真ん中のお姉さん、くれてください。クラウンさんとレオ。うわー、よっしゃ。なんか仕込みみたいになっちゃった。めっちゃ嬉しい。うわ、めっちゃ笑ってる。うざいから帰ろうと思って、ムカついてきた。ありがとうございます。じゃあ、ロイの好きなところ教えてください。笑顔。うん、確かに可愛いよね。わかる。歌も最高だし。レオの好きなところ教えてください。笑顔。おお。嬉しい、ありがとうございます。じゃあもう今日もずっと笑ってる。バラードでもずっと笑ってるよ。そう、2人でずっと笑ってる。いや、じゃあありがとう、嬉しいです。これからも笑顔もできるように頑張りますので、最後いいですか？はい、私はリオさんが。リオさん、はい。おお、これで今日は全員出た。最後バトル。最高。リオの好きなところも曲げたらキリがない。キリないですね。そう、まあでも見た目派手じゃないですか。それでセンス良くって、まあおしゃれさん、中身は物事に対する考え方とか意外とまっすぐ。いや、わかる。そう、ちゃんと俺も好き。喋るとか、そう、そういうのが伝わってくるから好きだなって思います。いいよね。なんかふとした時にさ、欲しい言葉を言うじゃないけどさ、支えられるよね。はい。俺もメンバーですけど同じです。ロマンスか。ロマンスか。受けたいな夢を後ろ。ご協力ありがとうございました。はい、今日ライブまたあの最高な3本目にするんで、
好きなメンバーの好きなところみたいな、いっぱいあると思うんですけど、あの、たぶん、美容っ子だと思う。そうですね。ごめんなさい。好きなところ。いっぱいありすぎてね。そうですね。困っちゃうところがありますよね。顔が顔がめっちゃかっこいい。めちゃめちゃ痩せる。今すごい優しい。そう。歌詞とかもね、俺も好きなんだ。そう。大好き。ね。なんかいろいろ凝ってる歌詞を出されてるので、すごく大好きなんです。ステージングもいいよ。あ、ステージング。ごめん、なんか俺の方が好きかもしれない。どうぞインタビューしてくれるよ。大好き。素敵。あとやっぱりステージングがニコニコ笑顔がされてるので、すごい。すごいよね。めちゃめちゃ恥ずかしい。ありがとう。大好きです。大好きです。ありがとうございます。友達がいるんで、そう、友達がいるんで。あ、そうなんですか。今日始まった。友達ですか。めっちゃ嬉しい。頑張ります。おー、すごい。俺もいいよ。楽屋行くだけ。いやー、でもね、いいよね。今日初めて、もっとね、あの好きな子いっぱい見つかると思ってるから楽しみです。ありがとうございます。はい、ということでチームゼロフルーツ、好きなメンバーの好きなところ聞けたのですごい嬉しい気持ちになりました。ありがとうございました。ありがとうございました。まさかね、町田で聞いて、また群馬までワープしてきたんですけど会場前のみんな忙しいバタバタする時間とかご協力いただきありがとうございます。ありがとうございました。ポッと聞きたいからね、またやれたらいいね。うん、はい、いつでも。あとね、好きなメンバーの嫌いなところとか聞いてみたい。うおぉ真摯に受け止めたら確かに、改善のやつちょっと出しゃばりすぎかもそんな感じで、今日もまた面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。やってほしい企画とかあったらぜひコメント欄いっぱい書いてください。こんな感じで今ツアー、熱いね、ツアーリージョンゼロ回ってるので、6月15日在新宿、みんなと一緒に最高の景色を作れたらなと思うので、チェックよろしくお願いします。また明日もまた会いましょう。バイバイ。